お入りください。お待ちしておりました。いやん、改めまして探偵のキキと申します。あ、珍しいお名前で。名字はツリーの木、名前は几帳面の木でキキです。フルネーム？はい。へえ、変わったお名前ですね。ありがとうございます。私は山奥の田舎で育ちまして、木という名字は近所に3世帯います。そして名前の木というのは両親が几帳面な性格に育ってほしいという思いで私に名付けました。両親の望み通り私は几帳面な性格になりました。名は体を表すとはまさに私のこと。丁寧な仕事をします。どうぞよろしく。いやー、なに？どうぞどうぞおかけください。あんな喋ってくれたんですか私のために。いやー、もう迷わず来れました？迷いませんでしたよ。そうですか。どうぞどうぞ。何ですか？コーヒーです。いやありがとうございます。私めっちゃ好きなんですよ。あ、そうですか。大体みんな好きですよコーヒー。いや、飲めない人いるじゃないですか。そうですか。はい、では早速ご相談内容をお聞かせ願えますか？あの、旦那が浮気してるかもしれないんです。浮気ですか？何か心当たりは？いつも仕事終わり決まった時間に帰ってくるんですよ。でも最近帰宅時間がバラバラで、バラバラって言ってもその前倒しじゃなくて遅いんですよ日によって。でも家帰ってきてもそのコソコソしてるし、電話とかしたりしてるし、そんなん誰と電話してるのか聞きませんやん。そもそも旦那はそんな浮気をするようなね、そんな性格じゃないんですよ。性格とかじゃなくてそんな度胸なんかないんですよ。でも私がこうやって普段ね、多分口うるさくガー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 言い過ぎたせいで、そのストレスを他の女で発散しようとしてるんですよ。言いたないけど髪の毛が乱れて帰ってくる時もあるんですよ。そんなの疑うのしゃあないじゃないですか。私安心したいんですよ。だからその探偵さんの浮気調査をお願いします。わ、はい、かりました。浮気調査ですね。言わんといてわざわざもう一回。すみません。改めて気づかされねえよ私。浮気調査のために探偵事務所来てるんやって。ね、わざわざ言わんといてえな。はい、はいはい、そうですね。お任せください。私はですね、尾行を得意としております。今まで一切バレたことがありません。旦那さんのことをしっかりと尾行して真実を突き止めましょう。お願いしますよ。私その探偵事務所にお願いしてる中、絶対旦那にバレたくないんですから、はいはい、絶対尾行バレんといてくださいよ。ちょっと声が大きいですね。すいません。どうぞ飲んでください。飲むタイミングは自分で決めるわ。すいません。なんだ。お待たせいたしました。調査結果が出ました。この1週間で旦那さんの帰りが遅く、奥様が怪しんでいた日の尾行映像です。怖いわもう。わあ、ほんまに撮ってるやん。はい、私こんなみんな初めて。いやもう、これバレてないんですか？バレてないですよ。気づく素振りもなかったですね。そんなん言わんでええの。もう自分にやってるだけやねん。あんた電話し、電話してるやん。うんうん、うん、分かった。反対方向に歩き出したんちゃいます？これそうですね。これまた別のとこ、はい、そのまま？そのままです。続きです。全くバレてないです。いい、もういいな、あんたもうそれ。え、ちょっと待って、止めて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 。え、これケーキ屋やん。はい。いや、私知ってるこれ。旦那の背広のポケットレシート入ってたんですよ。でもケーキ持って帰ってきてなかったんですよ。ああ、もうそういうことやんそれは。まあ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 、とりあえず続きを。もうあんた結果いいや。続き見ましょう。なんで私見なあかんのこれ。もう結果言うてや。それやったらもう嫌や、私怖いわ。試合結果分かってたらもう途中見ないタイプ。なんなん試合結果って。これ試合や思てんのあんた。私本気で悩んでんのに。ちゃんとプロセスを追ってクライマックスに向かいましょう。プロセスって何？いやとにかく続きを見ましょう。うん、ね、はい、はい、どうも。
あんたこめっちゃ近いやん。近いですよ。近いですよってめちゃめちゃ近いやないのこれ。近いでしょ。バレないんですね。ほんまに？はい。あんたすごいわね、この距離でバレへんなんて。なんやもう。もう嫌や、止めて、もう嫌や。もう女の人にケーキ買ってきてるやないの、もう。大丈夫です、続きがありますから。もういいや、あんたもう結果いいや、それも。え？試合結果分かってたらもう途中省くタイプですか？あんたもうそれええねん、あんた。私1回目その言葉で何も感じへんかったやろ。映画もじゃあそういう風に見るんですか？もうやめえ、あんたすぐ例えんの。結末分かってる映画の DVD はもう早送り、なんか倍速で見るタイプ。私でも映画館で見たやつ DVD 買ったことあります。話になんないな。あんたなんなん分かってんのこの立場。私とにかく続きを見ましょうって。もうあんたなんで私にこれ見せたいん？あの人ちゃうの？ん？あれ？え？あ？え？おう。何？誰この人？ケーキ今日1やね。うん、1やね。いや、ええのよ別にこんなんわざわざ買ってこんでも。これ買ったからってな、お前がやったことなしにならへんの。次はいつやったかな。明日 3ちゃうかったかな。いや、明日もともと2やったよね。3や3や言うてもともと2やったか。うん、俺が今3や言うてんのは3や。俺の腹どつきスケジュールやろ。あの、さっき来いよ、待たすなよ俺。この後19時35分に帰宅しました。ご安心ください、旦那さんは浮気をしておりませんでした。いや、腹殴られてるやん。はい。いや、腹殴られてたやん、しない人に。はい。あんたなんであれ止めへんの？あんた何あれを撮影してんの？あんた、いや、あの、僕は尾行をするのが仕事ですので、それに信念を持って取り組んでおります。なので途中で尾行をやめることはできません。仕事より大事なもんあるやろ。ただこれを止めてしまうとですね、尾行できなくなってしまうんですね。え、欠落してる。いや、僕は探偵なんですね。知ってる。はい、なので尾行をしないといけなくてですね。なので今のすごいや、探偵なんですねって。僕はこの仕事をしっかり全うしたいなという気持ちが。あんた本気で言うてんの？ありました。欠落してる、はい、欠落してる。すみません、とにかくですね、旦那さんは浮気をしておりませんでしたが、次の日も一応念のため尾行させていただいたので、ちょっとそちらの映像をご覧ください。何のね。はい、あります。さっき来いって。明日10。昨日と同じやつです。明日10。10。いや、もともと明日7だ。
明日10。いや明日7。前倒ししたいね。じゃあ明後日がなしってこと。うん。何本前倒ししよう。それゴールないねんから。いつの前倒し。とりあえず明日10。うん。うん。明日7ってもともと。そうや。だから先の3を持ってきて10にすんねん。じゃあ明後日が。それがさらにさ明後日のがまた先のが明後日に持ち越されるやんけ。俺の腹の付きスケジュールやぞ。ごめん。何者言うてんねん。俺許されんねん。本当にごめんなさい。明日10ない。この後19時38分に帰宅しました。そしてまた次の日がこれです。あ、どっち先見る？それとももらおうか。1000円。うん、今日って10。モーションにしたん？あ、これはあの最後すごく綺麗にあの入ったのでスローの方がいいかなと思いまして。あんた、もうこれあんた格闘技として見てんの？リプレイをちょっと一回見てみましょう。リプレイって言うてるやん。あんたちょっと待って、ちょっと待って、欠落してる。やっぱり欠落してる。おかしい、何をどう考えても。でも浮気はしてませんでした。やめてそれも。なので、まあ、今回はですね、しっかりと調査させていただきました。映像の方も、1週間今回は、ね、尾行させていただいたので、料金としましては、13万円。めっちゃ高いやん。1週間ですのでそれぐらいはすみません、いただきたいなと思っております。